吉本芸人が島根県在住のびっくり仰天、まさにおべたわな人生を歩んでいる方を直撃。大先生から役立つことを学び取るこの番組、題しておべたわ〇〇大先生。ということで、はい、今回もですね、出雲市平田町の木綿街道に来ております、はい、気に入っておりますここすごい好きよ木綿街道。ほんまに空き物件ないかなどっか住みたいぐらいいいとこやな。住みたいわ。さあ今回の大先生なんですが、はい、150年続く醤油蔵、うん、手間を2倍かけて醤油を製造する大先生と。あ、醤油は初ですね。確かに150年の歴史がある醤油。ちょっとね、あの離れた場所に醤油蔵があるということで、うん、行ってみましょうか。はい、行ってみましょう。ということで先生がいるという醤油蔵へ。この辺りだそうです。すごいな、ね、ここ絵になるな。すごいよな。はあ、醤油の香りが。あ、ほんまや。あ、書いてます、醤油って。ここだここだ。すごい、ここやここや。すっごいな。これは、あ、なんか中で作業してはるよ。あ、ここか。話聞いてみましょうか。失礼します。失礼します。あ、すごい。あ、すごい醤油の香りするよ、わぁ。はぁ、失礼します。今日の大先生でいらっしゃいますか。はい、そうです。あ、よろしくお願いします。お願いいたします。すごい。この方が今回の大先生、高砂克幸さん。島根県で初めて手間を2倍かける濃厚な醤油を製造した老舗を受け継ぐ大先生です。なんかすごい歴史を感じる建物なんですが、先生何代目になるんですか。私で6代目になります。歴史をね、すごい感じますよね。6代目だという高砂さん。ここ高砂醤油本店は明治10年創業、およそ150年続く老舗醤油蔵なんです。はぁ、明治の10年から、うん。あ、そうか。まあ、そろばんできへんやろその空中でできるのかっこいいけど。あ、146か、そうか。何を弾いてんねん。で、この蔵になるんですか、ここは。はい、ここは蔵に、ここで製造してるところになります。これどんな風に作っていらっしゃるかっていうのを私見学させてもらうことできますか。はい、わかりました。じゃあこの後、はい、一緒に見ていきましょう。ありがとうございます。醤油の製造工程はご覧の通り、原料は大豆、小麦、食塩だけなんです。まずは蒸した大豆に、いって砕いた小麦に種麹を混ぜ、麹を作ります。鉄の扉の中で行われる麹作り、醤油の味を決める大事な工程なんです。そして出来上がった麹と食塩水を混ぜ合わせ発酵させます。その場所へ案内してもらうことに。で、ここのタンクで、発酵をさせていきます。でかいっすね。なるほどね、これか、あ、何個あんねん。6つ6つです、はい、うわー、すごっ。うわー、こうなってんねん。すごい。え、今はどういう状況ですか。え、なにこれ。今が発酵させてる最中になります。うわー、こうなってんねや。なんかあの醤油のほんまにこうギュッと集めたような香りというか。どれくらいの量がここに入るんですか。これが大体8000リッターぐらい、この中に入ってます。もういいねそれ。かけ算できるやろ、暗算で。そこは86、48。すごい。半年ほどかけて発酵させたら、こちらの蔵でさらに年月をかけて熟成させます。全く想像がつかんないけど。あ、天井が低いので。あ、僕は大丈夫です。ちっちゃいもんな。僕は大丈夫です。ちっちゃいもんな。あ、でも僕でもちっちゃい。失礼します。うわー、なにこれ。あ、すげー。なんだこれ。これ足元気をつけてください。さっき見たタンクの中の、はい、その5という感じ。そうです、はい。うわー、今これ熟成中。はい、ブクブクなってるもんな、ちょっと。うん、醤油ってあの、うん、蔵癖っていう言葉があって。蔵癖、はい、うん、同じ原料でも味が違うのは、あの蔵に住み着いた菌が、はい、それぞれ蔵によって特徴があって、はいはい、ここで今その味を慣らしてるっていう状態です。蔵味をつけてるってこと、はい、醤油の味を決めるのは
蔵に住み着いている菌なんです。なので高砂醤油本店のこの蔵は150年前開業当時から取り替えることなく使われているんです。これは混ぜるやつですか？そうです、はい。はぁ、見たことある、なんか映像でこんなやってはんの。なるほどね。せっかくなんで、はい、あの攪拌してみられますか？いや、なんか今年の出来がちょっととかなりません？大丈夫ですか？大丈夫です、はい、あとで恨みますんでじゃあなるやん。ぜひとも。やらしてもらえ、こんなんないよね。うわ、ちょっと待って、重いな。そうなん？重っ。じゃあこの棒、この下まで2メートルぐらいまである棒ってことですね。はい、うわ、先生どうですか？あんなに優しかったのに、あんなに優しかったのに、空気をこう入れる、混ぜるようにやって、そうですね、うん、またちょっと腰が引けてます。腰が引けてんねん。ちょっと待って、あのねこのまま落ちていくんじゃないかという恐怖があんのよ。映像で伝わるかな。これをまあ全面やるんですね。はい、大変やなこれ。あ、これはちょっと貴重な体験ですね、うん。熟成させた醤油を絞って加熱させたら完成です。手間暇をかけて作っているんです。これ醤油ってこれどれぐらいで出来上がるものなんですか？これがだいたい、商品になるまでは1年とか1年半ぐらいは、あ、そんなかかるな。はあ、あとは主力商品の購買というものが再仕込み醤油があるんですけども、再仕込み、はい、それは、このできた醤油をもう一度仕込んで作っているので、はい、だいたい2年とか3年かけて、はい、作っています。手間が倍かかるんですね、はい。こちらが通常の醤油作りの2倍、2年から3年かけて作られる再仕込み醤油購買。この手法で作られている醤油は流通されている 1% しかない貴重なもの。3代目の店主が山口県からこの技法を持ち込み、島根県で初めて再仕込み醤油を作り始めたそうです。じゃあどうする、こっちを普通から行こうか。うん、そうやな、ね、まずはこれを、こちらの濃い口醤油も美味しいんやろな。いただきます。これが普通の濃い口醤油ですね、はい、いわゆる濃い口です。いただきます。あれ、美味しい、めっちゃ美味しいです。ありがとうございます。あ、全然ちゃう、自分が食べてるやつより全然美味しいわこれ。ほんまや、これなんで、えで、さらに、さらにこっからまだ美味しいなんですか？あ、全然ちゃう色全く色が違う、色味から変化がありますね、はい。おいしい、これめっちゃおいしい、濃厚。いや、ほんまに味が、何が違うの？初めてよ、醤油でこの深みを感じるって。全然違いますね。違う、はい、塩分は一緒なんですけど、うん、はい、甘みがあります。雑味感がもうゼロというか、うん、なんかすっきりしてるし、で、濃厚でとろっとしてるし、うん、食べやすい。ありがとうございます。そしておいしい、うん。わあ、もう家帰って家の醤油食べられへんもうこれめちゃめちゃ美味しいですね。ありがとうございます。醤油作りの伝統を守っている高砂さん、一体どんな人生を歩んできたのか。人の数だけ物語がある。さあ、それでは高砂さんの人生から勉強させていただきます。お願いします。お願いします。さあ、こちら老舗の6代目ということなんですけれども、どうなんですか、幼い頃からもうこちらの蔵を継いでいくぞというようなこう幼少期だったんでしょうか？工場の隣が家だったりとかして、うん、はい、まあ、その醤油とこう生活が密着してて、はい、継ぐとかそういったことじゃなくて自然にこう継いでいったっていうような。あ、もうそれが当たり前やったみたいなことですか？そうです。そこまでそんな深くは考えてはなかったです。目玉焼きは醤油ですか？うん、そうです、はい。じゃないと怒られますよね絶対絶対怒られますよね、じゃないと。小学校中学校行って高校行って、そこからは、はい、大学卒業してからは広島県の醤油屋さんで、はい、勉強させてもらってから27歳頃に帰ってきました。一旦じゃあ外で修行というか、はい、勉強されてから、はい、この自分の代で何か変えたのかな、うん、みたいな、なんかそんなんはあるんですか？
今までは、まあ、基本は濃い口、薄口、あと再仕込みと3種類だったんですけども、それ以外にもあの地元産の特産品を使った醤油だったりというものを、はい、作りました。あと何種類作ったんですか。大体あと、まあ、全部で10種類ぐらいは、増やしましたね、はい、これが高砂さんの改革。多種多様な時代に対応するため商品のバリエーションを増やしました。中でも一押しなのが島根県宍道湖で採れる大和しじみを使った醤油です。卵かけご飯でいただきます。うん、しじみ感じる。しじみ合う。卵かけご飯に合う。マジでマジで。あー、おいしい。うん、わ、しじみのエキスめっちゃええな。うん、1個奥深さが出るな、その卵かけご飯が。ちょっとホテルで食べてるような感じする。そうやな。他にもこう変わった味がする醤油ってあるんですか。無農薬の原料を使った醤油を作ろうと思って、はい、でその醤油だけじゃなくて、それをさらにあの燻製にしました。燻製もうまそうやな。醤油を、濃口醤油を桜のスモークウッドで燻製したこちらの醤油、地元の魚と一緒にいただきます。あ、燻製合う。燻製のお醤油合う。全然違いますね、うん、普通の醤油と。香りがすごい、うん、鼻で味わう感じがする、うん、なんかよりお魚の味が際立つというか、うん、今何か他に力を入れていらっしゃることってあるんですか。はい、食育にも力を入れてまして、あの業界が定めたあの醤油物知り博士というもの資格を取りまして、はい、小学校に行って約1時間の出前授業やってます。出前授業、あのやっぱ今は各家族だったりとか共働きで本当にあの忙しい人が増えてきて、食べるというのにだいぶこう時間を割けなくなって、料理をする時間というのが割けなくなってきているので、醤油を通して少しでもあの食に、興味を持っていただけたらなというふうに思ってます。なるほど。 CM の後、高砂さんの今後の夢とは。島根の皆様、お待たせしました。木崎でーす。誰も待ってないですよ。さあ、ということで、はい、我々祇園が初めて松江でお笑いライブを開催します。よいしょ。結成16周年の単独ツアー、祇園祭りサンクスギビング16の一つとして、10月13日、松江テルサホールにてネタとトークライブを行います。おべたわなライブにするから、みんな来てな。150年続く老舗醤油蔵を受け継いでいる高砂さん、今後の夢とは。今こうして明治10年からやらさせてもらえてるのも、やはりお客様だったり地域の皆様の支えがあったからできてると思ってるので、これからも地域に根ざした醤油製造業を務めていきたいなというふうに思ってます。なるほど。さあ、いろいろと勉強させていただきましたが、今回の高砂さんは何大先生でしょうか。はい、人柄はすごくお優しいですけど、ね、この醤油に関してはすごく自信を持たれてるというか、俺の醤油をもう見ろというばかりのこう気持ちを感じたんで、うん、もう醤油大先生見ろ。なんやねん、醤油大先生。醤油、俺の醤油見ろ。醤油。高砂さん、これからも伝統を守り続けてください。